島根県のほぼ中央に位置する大内郡、中郡、そして江津市の一部には大本神を祀る大本神仰があります。大本神は地域や一族の神として、高い山や深い谷、大きな木などに祀られています。大本神楽はこの大本神を祀る神楽で、数年に一度の大掛かりな神楽です。明治になり、政府の命令で神職による神楽が禁止されました。しかし大本神楽は神職による舞を伝承し続け、昭和54年、国の重要無形民俗文化財に指定されました。大本神楽は、元は収穫を終えた田の中に稲はでを用いて、高殿と呼ばれる舞台を設けて行われていました。大内郡岩美町中野には、この高殿を作る慣習が残っています。神を迎える祭典が始まりました。神を迎えたわらへびは地区内を回り、神社に納められます。このわらへびは卓綱とも言われ、神楽の主役です。胴の口は舞林の水を集めて神に献上するものです。弓八幡は八幡の神が魔王を退治する舞です。神楽が次々に奉納され、いよいよ卓綱が高殿に現れます。神職が舞う綱抜きは、卓綱の激しい動きと神歌が特徴です。練り終わった卓綱は伸ばして天蓋の下にくくりつけられます。三綱祭りは神楽のクライマックスです。舞殿に吊られていた卓綱が下ろされ、大きく揺すられます。こうして村中から呼び集めた様々な神々をお祭りするのです。夜が明ける頃、一夜の神楽が終わります。卓
クズナは再び氏子たちに担がれ、御神木を目指します。大本神は再び静まり、次の祭りを待つのです。